長年業務用オーディオ関連商品を作ってまいりました。創業の方がですね、1952年創業でございまして、この三鷹に、本社ができましたのが1955年からという形になっております。もともとはレコード針とかイヤホンですね、そういったものを主体に作ってきたものが、徐々に、マイクロフォン、ヘッドホン、そして、通信機器という形で発展してきてまして、現在は、オーディオメーカーさん、国内のメーカーさんはほとんど今苦しい、状況になっておりますけども、私どもアズゼンは業務用機器に、特化して、生き残りをかけていこうとしております。でちょっと座らせてご説明させていただきたいと思います。それでですね、アズゼンの企業理念としまして、これは数年前にですね、社員が、集まりまして、三鷹が商工会さんの、経営塾とで、勉強させていただいた者たちが集まって、企業理念を作りました。で私たちの企業理念というのが、音を通じてお客様に感動を届け、卓越した商品力、技術力で社会に貢献し、従業員は創造の志を持って自己実現を追求するという、なんかかっこよさげに聞こえるんですけど、実践されてるかっていうのはちょっと難しいところだと思います。それで、社員の、会社の構成としましては、まず三鷹が本社になりまして、主に営業設計部門、あと総務ですね、こちらが三鷹におります。であと生産の本拠地としましては、岩手県の花巻市、こちらの方に、工場がございまして、あと山梨県の富士吉田市に、一部、スピーカーを作っている工場がございます。人員構成としましては、三鷹の方が、社員パート合わせまして、今34名、山梨の方がですね、ほとんどパートさんがメインで、19名と、あとスタッフが3名ほどという形で21名ですね。であと生産、メインとなります岩手の工場、こちらの方がですね、パートさんを含めて、約80名合わせて135名という規模になります。で、今回はですね、全社全部やりだすともう本当に、業務の内容が幅広いもんですから、とりあえず本社の方に絞って、特に間接部門ですね、こちらの方を絞って、今回の、働き方改革を取り組んできました。でまず会社の状況ですけども、今売上の柱となっておりますのが、3本の柱がございまして、まずはOEM と言ってるんですけども、お得意先から企画をいただいて、うちの方で、部品手配、組み立て、そして検査して出荷までという商品と、あと EMS と言いまして、得意先から部品を支給していただいて、うちで組み立てをして納めると。それともう一つの柱がですね、自分ところの圧電のブランドで、商品を出してまして、主にマイクロフォン、ヘッドホンですね、あと通信機関連商品、こちらの方を、3つの柱でやっております。でその比率といしましては、その OEM と言われる、得意先から企画をいただいて、やっている仕事が、大体の全体の 40% から、 EMS と言われる、得意先から資材関連、部品を支給していただいているのが 16% ぐらい、あと、発電ブランドの方で、
約 15%、 であとはもろもろいろんなそれが混ざり合った形で、設計だけだとか企画だけだとかそういったものがありまして、全体の比率となっております。あと輸出の比率ですけども、私どもアメリカの方に、販売会社を持っておりまして、アツデンコーポレーションっていうんですけども、そちらの方の比率が、大体売上半分くらい持っておりまして、あとの半分が大体国内のマーケットということになります。先日ですね、某ギター雑誌さんがですね、うちの岩手の方に工場に取材に見えられまして、こういった形で、雑誌に載せていただき、2ページほど雑誌に載っけていただけました。お客さんからも反響ありまして、こんなこともやってるんだねということで、アツデンっていうとマイクとヘッドホンしかやってないのかっていうようなことも言うお客さんいるもんですから、こちらの方は楽器用の、エフェクターになりまして、これは OEM で、お客さんが設計したものをうちで、検証して、資材の手配から、完成品納品までやっております。であと商品としましてはの説明としまして、今主流となっておりますのが、ビデオ関連ですね。こちらの、マイクロフォン、日本であんまり撮ってる方はいらっしゃらないんですけども、海外では結構一眼レフとかでですね、今動画がかなり綺麗に撮れますんで、プロの方もこういった形で、マイクロフォン使っていただいてます。カメラに内蔵しているマイクだけですと音がいまいち迫力が足りないかなということで、外部のマイクですね、こういったものの需要が、結構海外ではあります。あと今4K カメラとかですね、今 4K カメラなんかにもこういった形で、アツデンブランドで採用されております。特にうちのブランド、大手メーカーさん、放送局関係ですとやっぱりソニーさんとかパナソニックさんとかが強いんですけども、地方のローカル局とかそういったところには結構うちの商品採用していただいてます。またそういった商品の中でですね、こういったこれが、EMS って言われてるんですけども、基板組み立てだけをして納めるっていう形ですね。であとこういった自社商品ですね、はい、あとですね、ちょっと変わったことをやってまして、これうちのヘッドホンでですね、今サイレントディスコって言って、あんまり騒音が出せないところ、図書館だとかカフェだとかそういったところで、そういったコンサートがしたいなっていう時に、うちのヘッドホンを貸し出して、他から見ると何か異様な感じですけども、こういったフェスにも採用されております。写真見るとお客さんノリノリでやってるんで、それなりの成果があったのかなと思います。会社の事業内容としてはそんなところなんですけども、続きまして働き方改革の方
りますけれども、弊社の課題としましては、まず何といっても情報の共有化ができていない。それによって生産性が落ちているんじゃないかということで、最終的な目標は、生産性のアップだと思いますので、それを達成するために、業務の、独人化等を、解明していこうということで、取り組みを始めました。まずですね、取り組みとしまして、独人化している仕事の内容の見直しですね、仕事の棚卸しというのを、ここをしていただきまして、今うちの方 の、 メールソフトでサンダーバードっていうのを使ってるんですけども、そこにカレンダー機能っていうのとトゥードゥーリストがこう並んで出てまして、これはある私の1日とか1週間の予定なんですけども、そこにもう30分単位ぐらいで打ち込んでいくと。で、週単位でこれを職場の、ものに、公開して、何が無駄になってるんだろうと、こんな業務いらないよねっていうような評価をいただいて、無駄を省いていくというようなことをやりました。あと業務のマニュアル、こちらがちゃんとできていないねということで、マニュアルですね、細かく、字が小さくて申し訳ないんですけども、こんな形で、全部リストにして自分が今何やってるのかというのを、大分類、中分類、小分類、年に1回しかしない仕事、月1回で、デイリーの仕事というように、全部抜き出しました。そうすることで、自分だけでなく、周りにも、そういった無駄の気づきとか、そういったものがですね、分かってきたということです。で、最終的には、ワークライフバランスにのっとって、将来自分がどうなりたいのか、目標ですね、何歳で結婚して、何歳で子供を作って、で何歳で、昇進してみたいな形で、定年して、定年後はこういう暮らしがしたいなということを、目標を、各自、作ってもらって、それに向かって、ワークだけではそういったことをなかなか実現していくことは難しいので、そういった人生のロードマップをですね、もう一回見直してみようということで取り組みをしました。あと各部門の、取り組みなんですけども、まず営業部の方ですけども、今年ですね、そして去年、他の会社からですね、見えられた方が いらっしゃいましたんで、そういった他社のやり方っていうのはどうなんだろうってことで、ここに DTP って書いてありますけども、これ別にかっこいいことじゃなくて、徹底的にパクるっていうことなんですね。他社のいいところを全部真似してみたらどうなんだってことで、こういった取り組みもしてみました。あと担当がですね、独人化しますと、休んだ時に得意先から問い合わせ等があった時にどうなってるのかっていうのが全然対応できてない状態でしたので、これを、主担当と副担当、こういったものをあらかじめ決めて、情報を共有化するっていう形を取りました。また入社間もない方が、入ってきた場合ですね、マニュアルがちゃんとできてないといったことで、支障を来すってことが、よくありましたので、これも今作成中なんですけども、業務マニュアルをちゃんと作成すると
まあ、あとあのシステムの方なんですけども、今販売管理ソフトを今うちの方は使っておるんですけども、これが今のスタンドアローンで、本社だけで機能しているもんですから、これをあの本社と各工場を、オンラインして、情報を共有して、在庫管理とか売上ですね、こちらを、やっていきたいと。はい、それから、技術の方なんですけども、技術の方が、もうマニュアルが、紙ベースでやってるもんですから、なかなか、作業が大変だということで、まあ、こちらの方を、電子化していこうということで、まあ、あとは電子化に伴って、部品表なども、もう少し整理をしていこうという形になります。あと品質保証部も、今グリーン調達といいまして環境対策ですね、こちらの方をかなり、得意先からも、重点を置いて、言われてきましたので、まあ、この辺も誰でも、共有して情報が取れるように、対応していきたいということで今取り組みをしております。で次第につきましても、生産管理システム、こちらの方が今生産管理システムは、本社と工場を今オンラインしているんですけども、まだまだ使い方が浅いというか、もっと突っ込んだ使い方をして、まあ、業務の改善をしていきたいということです。まあ、あと総務部の方ですけども、まあ、年次有給休暇、今 100% 消化する人もいれば全く取らないというのはバラバラな状態なもんですから、まあ、これを半期とか半年とかで、計画を、提出していただいて、まあ、情報共有して、まあ、なんとか問題なく休めるようにしたいなということで取り組みを始めました。まあ、あとメール関係なんですけども、まあ、工場と、本社の方が今サーバーが共有化されてないもんですから、まあ、こちらを、共有化して無駄なメールとかの辺を削除していきたいと思います。あと従業員の 声としては、まあ、属人化している業務足りてないものが、見えてくれば何をしたらいいかっていうのが分かるようになるんで、休みやすくなりそうですということを言っておりました。まあ、今後の課題としましては、今回は本社を主にやったんですけども、次は工場も含めて、全体で、改善をしていきたいと思います。まあ、工場の方は工数ありきなもんですから、ただ休めばいいっていうことじゃなくて、いかに工数を上げながら休むかっていうのが課題になってくると思いますので、今後取り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。発電株式会社ありがとうございました。それでは担当しました社労士の方からも一言お願いします。はい、すみません、ありがとうございました。発電様を、担当させていただきました社会保険労務士の鈴木と申します。こちらにいらっしゃる、上谷先生と一緒に、担当させていただきました。発電さんは、今回から、初めての取り組みになります。もともともしっかりされてた会社だったんで、ほとんどアドバイスすることもなく自社でしっかりと、対応されてた印象です。最初は全社的な取り組みとしてできなかったんですが、稲井部長の、積極的な働きかけで、全社的な取り組みに今なってきてまして、まだ始めたばっかりだと思うんですから、これからいい取り組みができるんじゃないかというふうに期待しております。以上となります。ありがとうございました。